はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバト暗黒武術会 S3 ランクね。いやー、頑張ってね、X まで一気に今回の、シーズンでね、行ってしまおうということでね、昇格戦まであと40というところまで来ました。ということで、行きましょう。まあ、40だから誰とやってもいいんだけど、総合力だけ見たら一番強いやつが、一番低いのか。ただな、当てにならんとこもあるけど、まあ左行きますか。さあ行くぞ。ね、これどうしよう。まずはこれあれだな、キリンにイベントの妖狐耐属性のやつついてるのか。素早さが下がってるから、まあバフかデバフ解除でいいのかな。あ、カウンター来ちゃった。そしたら地道に前列から崩すか。カウンター剥がすのにね、2回ちょっと厄介なんだよな。まあこっちで行こう。お、タイミングはいい。そしていや、どうしようかな。なんか魔風感とかこのこれとかがね、打ちにくいんだよね。打ちにくいっていうか、カウンターちょっと待って。でもハロウィンクラマいないから、ここを打ち抜くか。まず連続で、おお、耐える。あ、そっか、コエンマのあれが発動してなかったか。じゃあもう一回今度はこれでいこう。よし、後ろ吹っ飛ばせた。さあ次はどうするか。ちょっと待って、カウンター自体はターン制限ないんだもんね。絶対2回入るんだよね、通常攻撃で倒さない限り。やっぱりね、後列にいると厄介だな。ってことは剥がすために魔風感してわざと死ぬか、コエンマ。なくはないか。あ、違う。コエンマに、コエンマにクリスマスボタンついてるから、ココを生き残るならココから打って魔風感でカウンター2回消化した方がいいのか。あ、でも先にデバフ解除する。ちょっと1回解除しよう。で、あ、でもコエンマ次で死んじゃうか。まあこれ打って耐えないか、そもそも。なるほど、じゃあまあちょっと剥がす。カウンター剥がして。あー、バカー、くっそよ。それはちょっと勘弁してよ。じゃあ、しょうがないな。とりあえず真ん中師団で抜こう。そして、ちょっと回復さす、生き返らせる前にこっち切って、でどうせ桑原の列に打てないならこっちに打っちゃおうか。 OK、 これでもうあとは素で殴りかと。もう殴る、あとは殴る殴る、もうあの技は使わない。オッケー、やったね。一気に S2 から X まで、昇格戦いきましょう。 X だけ強いとかないよね。まあ普通に勝つでいけると思いますと。かあ、
ーズ、オッケー。はい、初 X 到達しました。やった。オッケー、これで。まあ次からランキングになるのかな、943位ということですが、まあ例のごとくね、ミッションのところの達成報酬の方をもらって引いちゃいましょう。ミッションの、はい、武術界 X 到達の星5確定ガチャチケットを、引いていこうと思います。S3 の昇格が陰属性の揚力タイプ比叡だったので直接の戦力アップにはならなかったってことで、今回はねちょっと、使ってるやつがね出てほしいかなということでいきます。さあ、おお、オーラがでかい。さあここで何か戦力アップになるキャラを引けるか。ん？これ初期カラスだとしたらもう SSS なんだよな。あー、なるほどね。はい、ちょっと使い道がないかもしれないな。まあ今回はね、X ランク無事上がれましたよということで、終わりにしようかな。この画面のまま終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。よいしょ。